会津さこらん諸島ふるさとだよりお国なまりの温かさ。酒好きが集まるとそこに庄助さんの酒がある。酒は末広。庄助さんの酒末広。FM 東京です。 JOAUFM 音楽の心を大切に正午です。ステレオトリオ。東芝ステレオサンデーミュージック。日差しが赤く染める頃、山を転げて風っ子が夜通し泣きに飛んでくる。ああそんなとこだよ俺のふるさと。風のふるさと。昔栄えた街道の面影残す宿場町、花かけ地蔵がひっそりと誇りにまみれ立っている。ああそんなとこだよ俺のふるさと。北のふるさと。遊び疲れてごろ寝すりゃいろりの旗の子守歌、母の小膝のぬくもりが
優しく今も待つような、ああ、そんなとこだよ俺のふるさと、遠いふるさと。山は宝の山よ、笹に黄金が成り下がる。美しい小荷入れ型の山の姿を猪苗代の湖面に映す、その磐梯山。明治維新の夜明け、枯れ落ちる葵に準じて花の命を捨てた少年白虎隊とに象徴される福島県会津地方。張りのある美声でスター歌手としての地位を保ち続ける春日八郎が生まれ育ったのもその会津の地、正しくは福島県会津坂下町であります。会津坂下町、私の生まれたふるさとです。坂下町というところは、何も、ないですけれども、一年の四季の非常にはっきりした町で、空気もよろしく健康な遊びのできる、町でした。ご承知のように、白虎隊で有名な私たちの盆地です。学校行っても今の学校とはまたちょっと違って非常に厳しく、冬は雪のしんしんと降る中でよく歓迎をされ、あとは、井戸水で体を流されるなんていうことが毎冬ありました。これも非常に思い出の深い私の脳裏からやはり忘れることはできません。もちろん冬と言いますと、学校へ通うにも、スキー、場合によっては道路が凍ってきますから、スケートのような下駄に金具をつけたようなスケートを履いて学校へ通って、そして学校のストーブで足を温めて、もう何度かもう痒くて痒くてたまらないやんっていうような時も未だに覚えております。まあ冬が過ぎ去って、ぼつぼつ春になってきますと、梅と桜がなんか一緒にこう咲き乱れるというような、それで遥か遠くの磐梯山を眺めてもまだ雪が残ってる、その脇から非常にこう桜の花あたりが咲いてるような景色というのが未だに、目の前にこう浮かんでくるような気がします。この私の生まれた会津坂下町は、会津若松から新潟にかける唯一の、国道でありまして、現在では、舗装になって2時間くらいでもう新潟に行けるという非常に近道ができております。春日八郎、
本名渡部実、生家は耕作面積5反歩ほどの農業を営んでおりましたが、生活は裕福というよりむしろ貧しい方に属する農家でありました。しかしその少年時代は貧しさともあまり関わりはなく、まことにのびのびとした平和な日々を過ごしております。鳥持ちで捕らえた小鳥を仲間と一緒に小鳥屋に持って行き、そのお金で欲しいものを買ったり、秋祭りは当て込んだ旅芸人の岡倉に憧れ、時の経つのも忘れてついて回ったり、というのはどこの農村の小学生にもあることでしょう。会津若松までの汽車通学の途中、セーラー服に胸をときめかし、禁じられた映画館にマントを頭からすっぽりとかぶって潜り込むなど、精一杯大人っぽく背伸びをする中学生の姿は、その時代には方々で見られたものでした。そんな平和な日々に破綻をきたしたのは父親の死、中学2年の秋のことであったのです。一家の柱を失って、学費やら生計を一手に支えることになった母親の髪にめっきり白いものが目立ち、ふと見せる後ろ姿に苦労の限りははっきり感じて、実る少年の心は痛みました。おっかさんばかりに苦労をかけてすまない、このまま学校へ通うのを心苦し、そんな14歳の少年の悩みは、親がかりの中学生活の断念と、東京へ行って働きながら学ぶんだというひたむきな決意に変わりました。働きながら学ぶ、口では簡単に言いますが、実際はなかなか大変です。しかも東京は初めての少年が、勤め口から学校、学費や生活の心配まで、すべて自分の手で解決しなければならないとあってはなおさらのことです。学校から職場へ、そんな毎日にゆとりが持てるようになったある日、運命の日が待ち受けていたのです。昭和16年、それは渡部実や後の春日八郎にとっても一生を左右する運命の年でもありました。学校友達の家に誘われ、上野から北千住のその友人の家に行く途中、浅草を通りかかった二人は、ロックの時技の前に建てられた小の看板に足を止め、運命の糸に手繰られるように中へと足を踏み入れたのです。その時、藤山一郎さんの小だった。金色に光るアコーディオン、後ろにずらっと並んだフルバンドの方、初めて見る華やかなステージに心奪われました。そういう家に帰っていろいろと考えたんですが、本当のすぐにこういう歌、こういう歌も人に喜ばれる、喜ばれる仕事じゃなかろうか、そんなことを考えて、今でもその思い出というものは心に本当にしっかりと思い出しておりますけども、よし、もう親にも誰にもないしで、私はこの歌の道にかけよう。私の歌詞への情熱はそれから始まったようです。今まで知らなかった新しい世界を藤山一郎賞に見た渡部実は、自分の生きる世界もそこにあるように思いました。音楽の美しさに感動したといえば体裁はいいのですが、その実はスターになれば金儲けができる、今の貧しさから抜け出せるんだ、そんな思いが強かったのであります。そのため、それまでせっかく通い続けた工業学校を辞めて音楽学校へ入り直すのですが、その決断も、かつて会津中学を2年で退学し上京の決意を固めた時より時間を必要としませんでした。東洋音楽学校からさらに声楽専門学校へ、そして新宿ムーラン・ルージュへとのつながりができ、勉強を含めて歌に明け暮れたこの一時期こそ、彼渡部実にとって最も青春らしい青春の充実があったわけですが、それも中断しなければならなかったのは兵役のためであったのです。
この数年間の音楽修行の中で歌の魅力に取りつかれ歌への本当の欲が出始めていただけに、今音楽から離れてしまったら、歌の勉強を中断してしまったらという不安が襲いましたが、どうしようもなく講習合格で故郷会津若松の歩兵第29連隊に入隊、6ヶ月の新兵教育を経て南方へ、前線に出る間もなく終戦も台湾で迎えるのです。復員、とりあえず会津万華の家へ落ち着いたものの、まだ歌を忘れていなかった彼の心は強い力で東京に惹かれていました。ムーラン・ルージュがある、ただそれだけの思いで昭和21年秋上京、そして新宿へ。もうムーランは空いていました。そこここに戦争の傷跡が生々しく残っていましたが、そんなことにはお構いなしで、ムーランは歌そして笑いをいっぱいにはらんでたくましく生き向いていたのです。戦争で人の心もすさんでいた、だからこそ芸能界の復活が早かったのかもしれません。戦争で一時中断された歌への情熱が彼の心によみがえったのも当然でした。ムーラン・ルージュの仲間ユリトールさんはその当時のことを、ちょうど僕はね研究生でやってましたら、なんかもそーっとしたのは流行ってきたなと思ったんですよ。なんか感じとしては牧師さんみたいなね、おとなしそうで、で鉛がこれはまたひどいんだよね。彼が福島でしょ、で私は宮城県なんですよ。だからまあ同じ東北人だから鉛を直してやろうと思ってね、で一生懸命鉛を直したんですね。ところがまあ舞台出ても全然鉛っても全然聞いてておかしくてしょうがないんだね。で一生懸命また私の夜私の下宿に連れてって鉛をまた直してやったんですよ。それでよし直った、で明日から舞台一緒に出ました。完全治ってんですよ。そしたら先輩からね、ちょっと楽屋へ来いって呼ばれたんですよ。ちょっとお前たち二人座れって。おいゆり君、君は東北だな、母さん君も東北だろう、一生懸命治したのは良かったけども二人とも鉛がひどいねって言われてね、で大笑いしたことありましたけどね。はっちゃんがおとみさんでレコード出してもう爆発的な人気だったんですけどね、全然私はあの春日八郎って知らなかったんですよ。大体ムーランの時は渡辺稔って言ってましたからね。そうだ、あの渡辺稔がと思ってね、びっくりしましたよ。でも万歳したんですけどね。鳩が飛び立つ、かわいいかわいい鳩が東京の空、青い空、喜びの鐘が鳴る、若い口笛吹きながら、柳さらさら銀座の街を君と歩けば明るい心、風がそよ吹く、緑の風が東京の空、青い空、憧れの夢が呼ぶ、胸もときめく恋の午後、
お茶を飲んだりシネマを見たり寄せる笑顔に溢れる若さ月が輝くバラ色バラ色月が東京の空青い空麗しの日が招く名残尽きない街角で明日のプランの指切りすればさようならよの別れも楽しい戦後再び東京へ出て、音楽の道をもう一度勉強しよう音楽学校行ってみようということも考えたんですけどもまあ、それにはいろいろと事情もあって、学生の当時のアルバイトでやっておりましたムーラン・ルージュの門を再び叩いてみたところが、心よく迎えてくれて入ったわけですまあムーランと言いますとやはりあの当時私なんかの使えるということは通行人を癒されたりどうも僕の場合は東北生まれのせいか、まあ、鉛が強いんですねせっかくのいいその役がついても君は鉛があるからダメだとそんなこと言われて今の百合先輩あたりにも、そんなこと言われたことありますまあささやかな月給をもらうと月の半ばにはもうなくなってくるあとどうして生活しようかなんてことを考えて、そんなことで1年半なんかもうお金にあのお金なんかなくとも非常に楽しく声を張り上げて勉強してまいりましたね、その頃ですかまあ一週一週毎回同じようなことをばかりやらされておってこんなことでもしょうがないなといろんなことを考えて矢先だと思いますね何気なしに新聞の片隅を眺めておりましたらキングレコード第1回新人歌手募集というのが目につきましてよしそれならば一つこれに応募してみようとでハガキを出した1000人を超す応募者の中から3回のテストで男3人女6人が選ばれそのわずかに残った9人の中に渡部実の名もありましたキングレコード準専属歌川俊新しい歌手の誕生ですところで準専属といってもすぐレコードの吹き込みができるわけもなくそれどころかこれをきっかけにムーラン・ルージュも辞めていたのでかえって生活は苦しくなってしまったのですレコード会社所属の歌手らしさといえばかろうじて一月に2回、3回、キャバレーのステージで先輩たちの持ち歌を歌う時だけがそれらしいと言えるでしょうか。いつになったらレコードを吹き込めるんでしょう。いつになったら相談に行ってもまともに取り合ってはくれないレコード会社。歌手としての前途もはっきりせず、自尊心さえ傷つけられた新人歌手。もうこうなると貧すりゃどんするの例え通りやることなすこと恨め恨めと出てしまいます恋をしても失敗ジャズに歌の道を求めようと行き着いた横浜では米軍物資の横流しで小金は残したものの友人や仲間内で評判を落とすかくてはならじと歌のレッスンに励んでみてもその悪評から誰も目をかけてはくれません手持ちの金も寂しくなり、挙句の果ては不眠症に、異弱が重なっ
ってみんなの前から逃げるように故郷に帰らなければならない始末でした。まあこの頃は一番最低の運ついていなかったんです。どうにも救いようのない状態でした。その頃の彼を指導していた作曲家の細川純一さんは、笠川君と初めて会ったのは、まあ、戦後の昭和23年のキングのコンクールの時でね、その中に入ってて私のとこへ歌の勉強に来るようになって、まあその間散々彼も苦労してお互いにその励ましあったけども、ちょうど私が、家を建てるんでピアノなんかみんな売っちゃって、家財道具売っちゃって、その時にも笠川君はもう俺レッスンできないからっていうことで彼が江口さんとこ行ったの。江口さんが一生懸命レッスンやってくれてね、そして最後にはあの赤いランプの終列車っていうのが出て、まあその間私が春日君の現在の奥さんやなんかの間を取り持ってね、非常に、いい夫婦になって今日になったことは大変嬉しいと思います。しかし落ちるとこまで落ちてしまえばあとは上りしかありません。その上昇運のきっかけは一人の女性との出会いにありました。それは最後の試練の決意を固めて上京、再びステージに立つことになった元の職場新宿呪楽でのことでした。同じステージで歌うことになった新人の女性歌手が初めての出番を前にバンドに渡す楽譜が足りず困っていたのをその場で書き足し助けたのが、そもそも通ってくる方向も同じということで付き合いが始まります。先輩と後輩、そこにはちょっぴり差がありますが、同じ歌の道で明日のスターを目指すことに変わりはありません。デートが重なり、お互いの歌の批判や将来の夢を語り合ううちに、二人はいつしか愛し合うようになりました。そして彼女が家で同様に彼の懐に飛び込んできて、名もなく貧しい歌手同士の親女体が結ばれます。この女性歌手の名が久坂恵子、春日八郎夫人です。ところで二人が一つになっても収入が増えるわけでも仕事が多くなるわけでもありません。そのうち彼女が妊娠したというのです。新しい生命の誕生、なんとなく幸運の兆しを感じさせましたが、実際は友稼ぎができなくなる上、生活の負担はますます大きくなってくるとあって、父親になる嬉しさより以上に不安が先立ちました。そこで歌手は諦め転職を真剣に考えるのですが、それを押しとどめたのも彼女でした。あなたは絶対に歌でやれる人よ、やれる人だって見込んで私はあなたにかけたんです。私たちのために歌を捨てるというのなら、いっそのこと歌より私たちを捨てて。彼女は彼を説得すると同時に、自分の歌の恩師作曲家の江口よし先生のもとに駆けつけ、彼の歌の指導と新しい作曲を願い入れました。先生どうか新しい歌を作ってください、お願いします。ひざまずき涙ぐみ、真心込めて訴えた彼女の願いは、恩師の心も動かしてついに作曲してもらう約束に成功しました。新しい歌ができる、歌への道の灯台の小さな明かりが見える、それは昭和27年の春のことでした。チャンスが芽生えたというのでしょうか、仕事の方も帝純子の公演に前歌歌手として口がかかるなど上向き始めていました。そうしたある日、地方公演から帰った挨拶を兼ねて歌のレッスンに赴いた江口よしさんのところで一枚の楽譜を渡されます。君、これを歌ってごらん。これは先生、これは誰の歌ですか先生。誰のって、それ君のだよ。まあ正確に言えばだな、君たちのと言うべきだろうね。奥さんの君にかけたひたむきな思い、それに君の歌に対する情熱と粘り、そういう真剣な二人のための歌だよ。
ついに自分だけの歌ができたのです。赤いランプの終列車、昭和27年秋に入ったばかりの時でした。そしていよいよレコード吹き込み、芸名も新しい春日八郎です。その時の担当ディレクターであった掛川久夫さんは、三浦純子さんの前歌でそうと長いこと歌ってましたね。そうしているうちに、あの江口義先生が、その当時ではね、珍しいこのテープに音を入れましてね、これが渡辺美奈子青年の歌、掛川さんどう思う、弾いたら実にいいんですよね。これが赤いランプの終列車、ピアノで弾いて春日君が歌ってるわけですよ。これ素晴らしいじゃないのと、こんなに上手くなったのかねということで、いたんですよ。世の中へ出すために名前が渡部美濃で、電車の車掌さんの名前みたいに同じですからね。 お母さんの家、岡春夫さん、岡パルですが、行きましたらご夫婦が揃って神田に手を合わせこって、さらに拝んでる。どうしたのと聞いたら、実は我が家に春日龍神が現れたんだと。ということは柱にね、あの真っ白い蛇が巻きついて一日いたそうな、これは春日龍神に違いない、どうもありがとうというのに、実は今こう手を合わせて拝んでるんだという話を聞きましてね、それで春日というのはもう なかなかいいしね、なんとこれ使えないかなと思って会社帰ってきましてね、それで机の上に、当時武士がないもんだから新聞紙の上に筆で春日と春の日と書いたわけですよ。そこへ詩人の藤間哲郎さんが入ってきましてね、藤間さん何ですか、人の名前なんだと。人の名前ならね、八は開くと言って縁起がいいんだというので八の字を、はい、もうすぐね、春日八と言ったら老になりますよ、これは。それですぐ、あ、これは春日八郎であるということで、このアイランプの終列車を春日八郎の名前で発表したと、こういう経緯がありましたね。名古屋を中心に爆発的に売れ始めた赤いランプの終列車は、春日八郎の艶やかな歌声を軽快なリズムに乗せて全国各地にひた走って行きました。終列車とは言ってもこれぞ超特急、それは春日八郎をスター歌手の座へ運ぶ旅立ちの列車でもあったのです。君は赤い
ランクの終列車して微笑みをて窓に残した心のぬくみあの人はあの人はいつまた会える旅路の人か終列車影に一人たずむプラットホームさよならさよならまぶたの奥に悲しく消える赤いランプの終列車赤いランプの終列車は軽快な走りっぷりで全国各地を駆け巡るとともに春日八郎の名も確実に広めていきました。そしてその途端矢継ぎ早に新婦吹き込みの話が持ち込まれます。月一本どころかテスト版の吹き込みを入れると月に4曲から5曲もこんなありさまですから変われば変わるものであります。何でもほいほいはいはいと引き受け歌いまくって翌昭和28年の1年間にはなんと13曲のレコードが発売されました。ことに作曲家吉田屋健二先生との出会いは春日八郎の歌その人を語るとき忘れることはできません。その作曲家吉田屋健二さんは春日君と会ったのはそうですね、僕はキングレコード入って半年目ぐらいですから、お互いに若かったですよね。最初の曲は、町の灯台という曲をやったのですけど、歌詞は、いい作曲家に恵まれるのが大変いいことと同じに、作曲家にとっていい歌詞に恵まれるということは自分の作品の上で大変にプラスになると、私も春日君に会いまして、自分の中に含まれているものを十二分に、書き上げられたということで大変幸せだと思ってます。特に彼の場合は普通の歌詞に比べて音域も大変広く、上も下も大変いい響きを持っておりましたので、作曲家としては大変苦労しないで曲が書けるという特殊な歌詞ではないかと思います。まあ大変その芸の上においては欲の深い男でございますから、まだまだ
前進を続けていくのではないかと大変期待をしている次第です。春日八郎をトップスターの座にのし上げたのはもうどなたもがご存知、おとみさんです。デビュー曲から25曲目、昭和29年4月28日に吹き込まれた徳地正信作曲のこの歌は、発売後間もなく爆発的な人気を得て全国を風靡しました。ラジオはもちろん、新聞でも雑誌でも人気投票のトップ、かつ慎太郎主役の映画に本人が板前の役として出演したのをはじめ、この年早慶戦の終わった後の新宿の繁華街など、都の西北でなくおとみさんの合唱が流れたほどでした。本来ならば先輩歌手岡春夫の歌であったはずのおとみさん、運命のいたずらとは言いながら不思議なもので、一度つくと人間こうまでつきまくるものでしょうか。歌との出会い、生みの親掛川久夫さんは、町の灯台とか雨降る街角とか、要するにあの中ヒットぐらいのヒットが飛んでるわけですよ。しかしね、大ヒットがないわけ。頭を悩ましてました、私はね。そうしましたらね、私の机の中に音美さんという詩があるわけなんですよね。これがなんとかなんかなと。でこう考えていましたら、そこへね、徳地正信さん、この方が入ってきましてね、音美さん面白いじゃねえか、ちょっとこう俺に曲をつけさせないかと。それでね、あんたね、夜明の酒、浮菜の横串ですか、あの芝居を見たことがありますかって聞いて、歌舞伎なんての私は大嫌いだ、むしろね、その方が面白いんじゃないかと思って、とんでもないものができるかもしれない。それで徳地例のね、名調子を作ってくれたわけ。徳地正信さんはたまたまある日、会社行きまして、掛川ディレクターに挨拶して、おはようございますという感じで話しかけたら、ちょうど何かこの机を整理してましてね、で整理してたらちょうどわらばんしがもうそのすっちゃけたのこの茶色がかったようなその古いそのわらばんしの原稿用紙にですね、夜は情け浮菜の横串っていう例の芸棚の芝居の、それをテーマにした山崎正し、作詞というその原稿が出てきた。実はこういうのが出てきたんだけども、徳ちゃん一つなんかこうものになるかねなんて言いながら渡してくださったんですね。で見たら、先ほどの話のように夜は情け浮菜の横串というタイトルで、ずっと見てると、いわゆる例の芸棚のお芝居のストーリーをずーっとこう1,2,3とあって、ほいで真ん中に与三郎の例のその名セリフが入ってるわけですね。ところがこっちは歌舞伎というのは全然見たこともないし、まあ要するに、これをなんとかこう宴会歌に持っていけないだろうかというような漠然としたそういう諸々の考え方が自然にああいった発生的にああいうふうな形になったと思うんですけどもね。でそれはこれやりながらピアノに向かって、さっとこう出てきたのがいわゆる例のおとみさんの節で、これはもうできるのは実に早かったです。そうですね、時間にして7分か8分ぐらいで書き終わったと思うんですけどもね、譜面をまとめて、それで掛川ディレクターのところに持っていったわけですよ。詩は僕は歌舞伎わからないからこういうのなんか知らんけども、もう実にまあ冒険って言えば冒険だし、思い切った作り方にしたつもりだけど、まず変な歌ができたからちょっと聞いてみてくれと。んで練習室入って、これでパッと譜面見せたら、何おとみさん、これはタイトルっつったら、そうなんだ、夜は情け浮菜の横串って言ったら、僕みたいな全然歌舞伎知らない連中は全然知らないし、おとみさんって言えばなんかすぐこう手近なところで誰でもがこうさっとこうすごく気軽にこう寄りつけるみたいな感じのこの親近感というものがあるじゃないかと。
だから要は情け浮世の役口よりも要するにこの詩の中でもって中心人物はおとみさんなんだから、タイトルもおとみさんにしちゃうんだと。で担当ディレクターはびっくりしていろいろ話してるうちに、なるほどその考え方面白いと、やりましょうっていう感じですぐ乗ってきてくれたわけですね。黒部に年の末にあだ名姿の洗いがに死んだはずだよおとみさん、生きていたとはお釈迦様でも知らぬ仏のおとみさん、別荘兼やだな、おとみさんの大当たりで家で同様の結婚から気まずくなっていた奥さんの実家にも認められて、婚姻届を出した後新しい家も手に入って四畳半の詫び住まいから脱出できるなど幸せが続く中で、春日八郎は何か一つ満足できない自分に気がついていました。おとみさんはすごいヒットには違いない、しかしこれが本来の自分の歌、自分に合った歌なんだろうか、という疑問が生じていたからです。一つの曲がバカ当たりをすると後は続かない、といった歌謡界のジンクスもありました。それを乗り越えるには体質に合った歌、つまり本来の春日八郎の歌であると言われる歌でのヒットが必要だったのです。別れの一本杉との出会いはちょうどそんな時期でした。作曲家船村徹さん、ある日ある時ですね、同じようにやっぱりそのチーフディレクターであった当時のその掛川久夫というあの先生にですね、作品をたまたま私たちが持って行って聴いていただいていた作品の中に、この別れの一本杉という題名ではなくてですね、泣けたっけという題名の歌をね、まあ、作品を持って行ったわけですね。したらまあなかなかまあ面白い曲じゃないかと、しかしこれ曲の方は分かるんだけど、この高野くんこの詩はねどうも僕には分からないんだと、ということはまあそのもう少しなんていうか具体的なね形式的にね、ああいうふうなもののその望郷的な作品っていうのは全くあの当時なかったですからね、それだけになんかその一種の違和感というか奇異な感じっていうようなものが掛川さんも詩を読んでしたんじゃないかと思ったんですが、それでもやっとレコーディングしてもらったんですよね。これで何ヶ月かオクラになっていました。その暮れのですね目玉商品として春日八郎のものが 2,3 あるけども、どうも弱いと、なんかそのストックの中のものではないのかというようなことで、たまたまこんなのがあるというようなので出てきたその一つなんですね。そしたらまあなんだこれいいじゃないかというようなですね、その会議でまあ決まって、そしてあの作品は世に出ていくような段階になったんですね。
泣けた泣けた、こらえきれずに泣けたっけ。あの子と別れた悲しさに山のかけすも泣いていた。一本杉の石の地蔵さんのよ、村外れ。思い出しても遠い空、必ず東京へ着いたなら頼りをくれと言った人、リンゴのような赤いほっぺたのよ、あの涙。呼んで呼んでそっと月夜にゃ呼んでみた。嫁にも行かずにこの俺の帰りひたすら待っている。あの子はいくつとに二十歳はよ、こうして春日八郎はこの歌のヒットによってスターの座を不動のものといたします。おとみさんが多くの人に熱狂的に支持されながら、自分ではなんとなく納得できない感じであったのに、この別れの一本杉の手応えは自分のもの、これこそ自分のものという満足、それは春日節の原型の完成をも意味していました。昭和39年から現在に至るまで、春日八郎の一連の歌のジャンルに長崎の人、倉敷の人、霧島の人というヒット曲がありますが、その新しいジャンルを開いた人が彼の歌の大先輩でもあり作曲家でもある林勲さんであります。まあ僕も歌うたいですからね、まあ春日君とは親しいし、まあ彼の成長ぶりとか僕も古いですからねずっと見てきてますけどね、彼は大変やはり声に恵まれてると思いますね。まあ天性のものを持ってます。その上に非常に歌もうまいですからね。まあだんだんやってるうち10年選手20年選手に30年選手になりますとね、だんだん声の艶が落ちてくる。これはもう理の当然だけれども、彼はちっともそれはない。もう非常に素晴らしい声を今でもしてますね。それに年輪が加えた歌い方というものが加わってね、春日八郎は一番歌がうまいんじゃないかとこういうふうに思うんですよね。
涙か蘇鉄の花が風にこぼれる石畳噂にすがりただ一人訪ねあぐんだ港町ああ長崎の長崎の人君と別れたきりの夜サファイア色の眼差しが燃える心にまだ残るああ長崎の長崎の人夢をまさぐるオランダ坂に忍びなくような夜が来る忘れることが幸せと遠くささやく鐘の音ああ長崎の長崎の人して通る「ほれゆらゆら」山の吊り橋どなたが通る遠い都へ離れた人そっと忍びに村娘谷の瀬音が心に染むか
涙ひとぶきして通る俺ゆらゆら山の吊り橋どなたが取る酒が切れたか背中を丸め飲んで炭焼き急ぎ足月を頼りに枯れ葉のように風車に続けてして通るほれゆらゆら会議トリスのハイボールハイボールハイボールただ一人泣いているんじゃないだろうか霧が冷たい東京は飛ばされる俺は悲しいなんかせん青い貝殻耳に寄せ君の噂を聞いてみる東京は飛ば赤いネオンのこの海は西も東も広すぎる女一人が東京で
恥を取るにはつらいだろう。君を訪ねて東京はどうだ。
赤い火が灯りゃ残る未練のすすり泣き。東か西か虎が染み込むおいらの胸に、ああ港に赤い火が灯りゃ海が恋しい船乗りさ。11時20分です。The Tokyo Kahama Seaside Inn, presented by the Shibuya and Kamata Tokyo Club. Thank you.
Tokyo Kahama Seaside Inn, presented by the Shibuya and Kamata Tokyu Club.